マスカランブレです。アジです。クマタクです。ちょっと前の動画でですね、アジュちゃんがエクストラバトルの日のパココビリーって剥く動画があったんですよ。あー、ブチュチュチュ言い方が悪いよ。あれがですね、おいおいカードのこと大事にしろよとカードもっと大事にしろよみたいな、話がされましてですね。あ、そうなんだ。これをこの人たちが売ってこのカードが実はこんな裏でね扱いをされてたってなったらかわいそうだ、あの新たな手に渡った人たちがね、そうかわいそうだってなってたんですけど、なんと僕コレクターなんですよ僕のところに行き着いた時点でもう次誰のところも行かない最終地点なんで、まあ、本当は問題ないんですよ。そこは安心してください。そこは安心してください。そう、僕が大事に、いや大事かな大事でしょとりあえずちゃんと保管してると。あんでですね、じゃあアスカランブレがどんぐらいあのコレクターなんかっていうことをですね、家から持ってきました。これほんの一部なんですけど、アスカランブレのコレクターコレクションアイテムをね持ってきました。こんな感じ。応援状じゃいいいずっと裸だったよ。じゃあということでですね、何も保護されてない。今日の企画は僕も値段で買ってるわけじゃないんですよ、このカードたちを。まあまあまあ、そう、あこのカード欲しいと思ったから買うし、あこのカードはこういう時に手に入れた、あこういう思い出があるんだなっていう、そういうのが全部一枚一枚あるわけなんですよ。今このカードがどんな値段になってるか僕も知らない。へーので僕たちがですね、今ここにフリップあるじゃないですか。ここに、あ今大体こんぐらいみたいな、えいって出す。はい、あのじゃあ誰かがこのカード今ねこんぐらいですって、あのツイッターかあのメルカリ調べてくれて近い人だった。え、待って待って、レデン TV する金額系は全然 P じゃなかったっけ。そう、全然 P なんだから。えぇ、この動画、この動画俺が例えば何いくらって書いてこうやってやるけど、ここ全部モザイクちょっとどういう目線見るの。いやだから答えも〇だし、答えも〇だし、だからこういうカードあるんだないろいろ大丈夫そう。やばいって、これアシュがさ炎上させたんだよ。アスカランブレが炎上させたんだよね、これ。じゃあなんかでもさ、カードのさ保管の仕方を人にうんぬんかんで言うのはそれは筋違いでしょ。あ、そう、俺は大事にしよう。ということでね、じゃあこのカードたちを早速調べていきたいと思います。おーイエー。まあ、マジで知らんけどな、そんな知らない。まあ、その中では俺が一番詳しいわ、言うて。だって我が子の、まあ、まあそうだよね、我が子の成長は一番親が知ってるはずだから、基本的には俺が一番詳しいはずです。はい、あ、調べてくれますか、そこお二方。ありがとうございます。じゃあ早速、分かりやすいとこからいきましょうか。怖い、怖いよね、なんかね。じゃあ、一番みんなに馴染みがありそうなカードで、じゃあこれに行こうかな。あー、でもこれはわかる。はい、プロモカードキャンペーンのピカチュウです。待って待って、重ねられてない。あ、これね、デッキに使う用で4枚待ってます。ええ、おな、まあでも今回は1枚ね、1枚の値段を当てましょう。怖いんだけど。それ、そのカード4枚重ねて入れちゃってるんだ。これ重ねて入れます。ちなみにじゃあこの小畑さん、このピカチュウのカードってどういう風な入手経路だったか覚えてますか。これはボックスかな。まあ、ボックス買うとそのプロモパックがもらえて、そこにランダムで入ってるやつ。普通にお店でポケモンカードくださいって言って買ったら、プロモカードがタダでもらえたの、プロモパックが。その中にランダムで入ってるってやつが。手のめっちゃ頑張って手に入れようとした。頑張って手に入れようとしてた。それもヒントにしてください。さあ、それではお書きください、どうぞ。ちなみに俺もわかんないんだよ。でもさ、ピカチュウちょっと高い気がするな。はい、出ました。じゃあアジュちゃんから行ってみます。はい。おお。じゃあ小畑くん行きます。そんないかんでしょ。え、じゃあ俺。おお、俺。正解をお願いします。任せて、我が子の一番分かってる親が。ありがとうございます。4枚重ねてるとやばい。意外とそんなに奮闘しないというか。そうでしょ。まだ分かってきましたよ。高いっちゃ高いよね。マジで知らん。次はですね、こちらです。裸で出てきた。技が直撃弾の色違いのルギア、レジェンドの頃のやつですね、これ。キラキラしてて可愛い、ね、と、こちら技が火炎の色違いの鳳凰。色違い、こちら2つともセットになっております。これ2枚セットの価格を当てよ。ちなみに俺もマジで分かんない。これはね、キャンペーンのカードになります。応募するの。あー、当たりとかそういう感じ。そう、応募して当たれば手に入ります。じゃあ答え書きます。ちなみに年代が2010年って書いてある。言うて11年前。あれ、意外と経ってない。そう、意外と経ってない。これでしょ。お、じゃあ今度誰から行ってみようか。さっき一番高かったし、小畑行ってみる。ああ、いいよ。おお、ジャン。どうですか。お、ちなみに僕がね、ジャンです。あれ、高い。
ことないから。1日前にソールドアウト。直近のデータですね。セットで。全然分かんない。これがじゃあ、おやめ。ちょっと待って。ねえ、危ない。で、結構高さ山になってくるの。でも全然いいだから。所持者の俺でさえ全然当ててないわけじゃん。つまりそういうことですよ。でも、すごいね。自分が上げたかなと思ったら、ないね。もっと高いんかい。1以上とか。高いよ。比較的に。あそこさん、今日さ、命狙われるよ、絶対。ねえ、マジで。そんなもんはね。帰り道危ないよ、これ。最初に言ってる。こんだけ持ったら、帰りの搬送止まったから、捕まんないかもしれない。次いきますよ。まあ、これでね、僕が選んでも、そのおい、こいつ自分で分かるやつだけ選んでるんじゃないかみたいなことはなくないってことなんですね。確かに。じゃあ次行ってみましょう。これがですね、ギラティナ EX です。ギラティナ EX。はいはい、で、セットで、これもレックーザ EX って。キラキラしてるね。いや、すっげー色だなー。これ、なんとですね、この右と左でこう、手が繋がるんですね。あ、そうなんだ。そう。え、一番絵ってこと？そう、一匹ずつのポケモンなんだけど、絵がこうやってくっつくんですよ。あ、ほんとだ。あら、すごい。キラね、もういい。いいのじゃあ、このレックーザ EX とキラティナ EX がセットで、これもセットなんですけど、いくらぐらいかなっていうのを当ててると思います。いや、さっきのやばかったもん。エグかった。違う。それも裏面は今の。あ、これね、裏面 BW の頃ね。あ、まあまあまあ。あ、ただただこれが BW の頃の当たったらもらえる。難しい。持ち主でさえ難しいと思ってる。マジで難しい。調べても出てこない。オークションした方がいい。ですね。キャンペーンレックーザギラティナセットみたいな感じだったら多分出てくる。BW。ちょっと待ちください。はいはい。いや全然、ね、難しいこと頼んでるのは100も承知なんで。じゃあ、はい、いきます。さっきじゃあ俺持ち主だったけどめちゃくちゃ外しちゃったから俺が入っていい？あ、いいよ。有識者っぽい数字出しや。うん。何くらいかな。あー、そうなんだ。変だよ、そんなね。おー、こば、こんなところだな、そうそう。あー、でしょ、でしょ。うわー、マジか。正解。ね、だいぶ低く見積もりすぎてない？やばいよ、やばいやばい。いや、これで分かってほしい。だから、カードを値段で見てるわけじゃないんで、僕欲しいから買ってるだけ。僕、浅山さんがいくらで買ったか知ってます。あ、知ってるよね。そう、これこれね、ちょうどツイートしたの、これ買った時。あのね、これ知ってる俺がなんで買ったか。子供たちが、このカードが賞金数に並べて、え、犬がするんだって、やばー、あんなん買うやついるんかよって子供たちがざわざわしてたから、すいません、計算お願いします、ガーって言ってこれ買った。子供たちが、え、売れた、売れたって。やばすぎる。子供の色が痛くないね。俺が子供を引いてるよ。引いてるわ。ちょっと遠いじゃないよ。分かんない、見たことない。あ、見たことある。スタッフがこれ次問題出したらいいよってことなんで、次これです。古代ミュー。古代ミューって1回再販されてるんですよ。これはですね、1995年版なんで初期版です。初期の古代よく言った。へー、見たことあんのよ。あ、はいはい。で、なんだこれ、読めねえし、これ使えんのかよと思って。まあ高いは高いけども、俺ね、だって自分が感覚まひってる気がして、俺の考えてる数字よりちょっと高めに書いてる。再販のやつ見たのかもしれない。あ、ちなみに再販のやつはマジで去年とか一昨年の再販のやつです。ミュウツー、我はなんだっけ、ミュウツーの逆襲エボリューションってな。はいはい。ミュウツーの逆襲エボリューションでこれの再販版が世に出回ってる。あ、ちなみにこの古代ミュウなんですけど、これはね、当時のミュウツーの逆襲の映画のパンフレットについてるんですよ。そうなんだ。そうそうそう。なので多分おうち探したらあるかもしれない、みんな。これパンフレットのおまけなんでね。そうなんです。なので多分安いだと思う。と、キューバスタと。そう。で、俺は安いと思ったんだけど、さっきから外しまくってるからちょっと高めに水持ってる。あ、いいですか。あ、いいと思ってる。あのね、これちなみに俺もマジで難しいと思ってる。分かんない。俺知識持ってても分かんないから。よく分からんわ。そう、誰も分からんと思うよ。お、答えが出揃ったみたいです。誰からいきますか。じゃあ私ないんで。あ、いいですよ。高く言ったね。僕いいですか。どうぞ。え、あれ、そんなに安いの。ほん、え、え、ほんと、ちょっと持った、ちょっと持った。ね、それはすごい。え、誰さ、映画のパンフレットだよ、これ。映画何年前だと思ってた。1枚2000円ぐらいの映画のパンフレットの1枚超えてる。むしろ高くて
トレードもすごいけどね。いくら？みんなどんどん高くするやん。怖いもん。ミユだけ。あ、俺が緑。うまい。うまい。まあギリギリ。まあまあまあ。アニちゃんが酒もし仮にこぼしてたとしても俺多分笑ってる。お前酒こぼしちゃダメじゃんって言う。笑わないよ、ぶん殴るよ。いやだって売らないのって言ったらもうその酒のシミも思い出よ。じゃあもちろん汚したくはないよ、そうだね。でも意図せず汚れてしまったならばそれはもうそういう思い出ないよ。いい、お目が高いですね、それめちゃくちゃいいですよ。あ、それにしましょう、それにしましょう。はい、ですね、こっち、あ、なんか変な、あ、なんか急裏だ。待って、これいらん、これキューラのオムスターと、これね、オムスターとゲンガーとフーディンとカイリキーとボローニャです。まあ先にイラスト見てください。かわいい、なんかキラキラしてるしね。これはキューラの頃のポケモン通信交換キャンペーンというものでした。ああ、確かに通信進化するやつ。そうなんですよ、ガチャガチャかな、なんかガチャガチャのポケモンカードが当時あって、その中からまさきのパソコンだかっていうなんかカードが出てくる。そのカードを封筒に入れて買うポケに送るの。オムナイトとまさきの通信、まさきの通信とオムナイトを2つ封筒に入れて送るとオムスターがもらえて、ゴーストとまさきの通信を送るとおろーい、めっちゃ面白いです。面白いでしょ、やりたいじゃんっていう、まあちょっと一手間がかかってしまった。はい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 、面白いこれでしょ、夢ある。で、僕ね、オムスターめっちゃ好きなの。で、オムスター好きな原因がこのさ、見てこのカード5枚、全員通信交換するポケモンなのにオムスターだけここにいるのよ。こいつ通信交換じゃないのよ。あ、そうなんだ。そう、他の4匹は全部通信交換するポケモンなのになぜかオムスターだけその通信交換キャンペーンに含まれてたの。確かに、っていうこの特別な感じが俺オムスターめっちゃ好きで。へえ。これはパックから出ないから、この5枚は。まあ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 、通信交換キャンペーンを乗り越えてゲットするからです。へえ。え、今回これ5枚の5枚の合計にしようか。じゃあオーケー。もしかしたらメルカリとかだとセットで販売してるとこあるかもしれない。知らんけど。これはね、多分ね、そっちの答え出す側はね、いや合計金額出すのむずって思ってるかもしれない。とりあえず答え出しました。はい。はい。1個。1個。俺も近い。で。おお。おお。これはね、同じ考えだ。あ、え？半額ね。そんな高いもんだと思ってなかったです。ほら、そんな高くないって。けど測定不能。測定不能。市場に出回ってなさすぎる。ああ。全部がもうオークションになってる。オークションのやつは5枚セットじゃなくて、まさきの裏面が違うカードのセット。あ、そのまさきの通信もセットだったんだ。そう。すごい。それ欲しいね。確かに。そう、まさきのカード欲しい。だから測定不能。なるほど。じゃあちょっと動画も長くなりそうですし、これ最後の1問にしましょうか。はーい、ブタブスだ。はい、ちなみにこれ後ろにはクリスタルタイプのセレビがいるんですけど、今回はじゃあセレビはなし、クリスタルタイプのカブタブス、これでいきましょう。クリスタルタイプ、はい、ですね、このクリスタルタイプっていうポケボディがあるんだけど、全員でね、なんか11匹か9匹か知らないけど、これ選ばれし者しかこのポケボディを与えられなくて、珍しいクリスタルタイプのカブタブスです。ちなみにこれは普通にパックから出るカード。いや、かかってないんだが。100点にしとくれ。じゃん。あ、じゃあ分かった分かった。アニュちゃん今日さ、ブラッキー出なかったやん。これあげる、これあげる、これ、これあげる、これあげる。でも普通にブースターパックから、これも普通に出るやつ。あ、かわいい。それ見たことある。これね、普通にパックから出るブラッキーなんだけど、まあもしアニュちゃんが一番近かったらこのブラッキーあげます。まあ、じゃあいくらかは知らん。ちょっと後ですからね。お、そうやって金額で物を見るのか。見して。はい、これ普通にパックから出るブラッキーなんで、多分そんな高くはないと思う。いや、これアジちゃんが近かった場合はこれプレゼント。え、これ私近くにしたいんだけど。当てていこう。クリスタルタイプのカブトムスね。いや、でもアジちゃんにそれ取ってほしい。1000万円。それだ、絶対外すから。こことここで一気にして。せーの。おー、いけー。でもこことここマジいい勝負な気がする。やばい。すごい。あげるじゃん。
ゃんこれ。ミキエちゃんだった。でこれで実は調べてみたらこれが700万とかしたりしてる。クリスタルタイプのセレビは眠かった。待って、じゃあこれは次の問題に出すから今は答え出しません。また今度これは問題出していこうと思います。はい、ということで、はい、じゃあいいねと思ったらまたこれ低評価めっちゃつくかもしれないから、じゃあいいねと、あんたももらってるからいいよ。ということでいいねと思ったら高評価、悪いね不思議と思ったら低評価よろしくお願いします。このね、値段当てていくシリーズは割と面白かったんで今後もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。